NC's TV。彼の本音、男性の本音が知りたい。NC 教えて、男子トーク。彼氏には聞けないけど、恋愛、エッチで気になることはありませんか？LC ラブコスメティックのアンケートで実際に寄せられた女性のお悩みに男子3名が赤裸々に答えるこの番組。今回の質問はこちら。次の質問が、はい、過去に付き合ってた人はどんな人ですか？付き合ってた人、付き合ってた特徴、共通点はありますかと。お、今までみたいにこういうトークじゃなく、3人へのその恋愛トークも聞きたいなっていう質問だと。え、カズの聞きたい。カズの結婚、そうだよね、結婚するしね。今の奥さんからは実は最初はもうすごい印象悪かったって言われてんだけど。なんて言わ、どんな風に言われてたのそれって。いや、もうなんかちゃんと挨拶してくれないとか。そりゃダメだよ。もうすごいしてたつもりなんだけど、なんかまあ先輩だったから、俺が先輩だったからなんかちょっとカッコつけてたのかな、わかんないけど、なんかすぐ感じ悪い先輩みたいな、挨拶みたいな、なんかそういう感じだったらしくて、最悪の印象からスタートだった。からスタートで再会した時にまあ同じように言ってたよね。なんかあまりにも人が柔らかすぎてギャップだったかもしれない。ギャップがすごかったっていう、それはよく言われるよね。向こうからしても、え、なんでこんな丸くなって誰、みたいな、そうかもしれない。ミネはどうなの？その過去の付き合った女性とか、なんか明るい人を好きになることもあるし、鍵を持ったような人が好きになることもあるし、ちょっと暗いっていうかおとなしい子も、そう、見た目で言っても、あ、でもルックスだけで言ったらあれかもしれない。可愛らしい時だけは綺麗な人の方が好きかもしれない、そのぐらいかな。あのね、理想あるの、好きな女性っていう。理想あるじゃん、有名人でこの人がいいみたいなさ。理想あるね。黒髪でちょっと日本人顔が好きなんだけど、全然茶髪なの。付き合った人黒髪の子もいたけど、茶髪の割合も多かったりしたから、共通点って言われると、じゃあ逆に性格でさ、こういうタイプの子が好きとかってある？さっきでもミネはさ、明るい子も好きだし、おとなしい子も好きって言ったじゃん。でもなんかな、やっぱりちょっと影を持ってるぐらいの方が落ち着きはするけどね。なんかね、そうだね、そんな感じがする。明るすぎると、秘密をこうなんか明るすぎるとすごい引っ張られそうだもん。でもいいんだけど、なんかめちゃくちゃ尊敬はできるけど、どっちが一緒にいて落ち着くのは多分ね、何かしら心に暗闇を持ってる子の方がいいんだ。めちゃくちゃ数は明るい方がいい。なんかそれも 大前提っていうか、なんか人としてこう楽しそうにしてる人、がいいかな。あとは ね、それはちょっとコアな話になっちゃうけど、なんかこうちょっともうブレちゃう人ダメなんだよね。あ、決めたことは。そう、自分でもさ、ね、女性って結構、まあ、みんながみんなそうじゃないけど、優柔不断っていうかさ、あれもいいこれもいいってなって、それの間で迷っちゃう。そういう人もいっぱいいるよね。いっぱいいるじゃない。そういう方よりはどちらかというと結構こう決断力があるというか、もうミリーサバサバかもしれない、するサバサバしてるっていう言い方なのかな、なんか結構強い感じの強い女性。わかる、めっちゃわかる。なんか自分も今思いついた、今思いついたっていうか、あって思ったんだけど、カズの話聞いて、なんだろう、自分の夢っていうか、やっぱ尊敬できる点がやっぱないと多分好きってなら、自分はならないし、あとなんだろうね、その彼氏とか、恋愛と自分の目標や夢をなんか天秤にかけた時に、夢とか目標を取るような人を好きになるかなっていうのはあるね。俺カズと違って優柔不断な子がいいの。何、頼られたいとかそういうこと？頼られたいとかもあるし、そのどっちかで悩んでる時に、一緒に考えたいとも思うし、そのもう早く決めろよっていうのも結構好きだったりするの。あ、そのやり取りが。そう。あ、分かるかもしれない。可愛いとは思う。でも優柔不断なんだけど、決めるところはちゃんと決めてくれてるのがいい。全部が全部優柔不断じゃなくて、ここは譲れないみたいなこだわりがあったりすると、あ、そうなんだってなって、なんでこれにこだわるんだろうっていうちょっと興味が出てきちゃったりするから、ふわふわした中のちょっとした芯ね。
あるシーンがあると、そのバランスがねちょうどいい、ちょうどいいね、恋愛はもう本当ね、過去に付き合ってた人って言っても何がタイプっていうのはあんまないよね。でも理想はあるね、やっぱり男性は理想はあるけど、まあ、好きになった人がやっぱ好きなんだよねっていう。お、いいこと言うね、うん、いいこと言うね。実際でもそうだよね、好きになった人が好きなぜか分かんないけど好きになっちゃったら好きなんだよね、うん、それは共通の部分かもしれない。それはみんなそうか、うん、会った瞬間男性はあなたの唇を見ています。実は10秒中長くて7秒も。ただしリップメイクをしているとき、濡れた唇はエッチしたいと思わせる。キスだけでは終わらない、キス専用美容液ぬれぬれ。キスの罠を仕掛けてみませんか。ぬれぬれで検索。